はい、皆さんおはようございます。中島です。本日は1月の16日です。今日から月曜日なので、土日お休みを終えて今日また朝1日が始まっていると思うんですけど、今日はですね、皆さんに意識してもらいたいことは譲り合いなんです。譲り合う気持ちですね。譲り合う、意識で、分け合うとかいうこととはちょっと違うんですけど、譲り合う気持ちを持っていると今日は何事もうまくいきます。で、一歩、いつもよりも引くんじゃなくて譲るですよね。引くっていうのはこうちょっと遠慮したりとか、発言するのをやめたりとか、行動する意欲をこう抑えるようなイメージがあるんですけど、そうじゃなくってワンクッションですね。ワンテンポちょっと譲ってみる。まあ、あんまりこんなことはもう満員電車の中でないかもしれないんですけど、自分がまあちょっと席を座っていたら誰かにこう譲るみたいな、まあそんなイメージですよね。自分のちょっとやってることとか、自分が絶対にやらないといけないことをちょっと委ねてみたりとか、譲ってみたりとか、そういう感覚です。そういう風にしていると今日はちょっと一日うまくいく日なので、そのことを心がけてください。あとですね、今日のお月様のメッセージはネプチューンなんですけど、これはですね、そうですね、この慈愛の気持ちとか、やっぱり今日の譲り合うっていうようなあのこととシンクロしてくるんですけど、慈愛の精神に富んだ、そんな意味合いがあります。ですから今日の譲り合いをする、ちょっと一歩譲ってみるっていうのとここはシンクロしてるという意味ですね。そして今日意識していただきたい数字は2なんです。 2なので、これはもう本当にこう女性性の高い数字ですし、今日はちょっと女性性を意識してみてください。男性もちょっと可愛らしいフードを食べてみるだったりとか、持ち物をちょっと可愛らしくしてみるだったりとか、そんなことをしてみるといいかなと。男性も女性もそうです。そういう風にして過ごしてみてください。そしてあとは意識していただきたい色は紫なんですけど、紫ってすごく高貴な色なんですね。高貴な色なんですけれども、今日はなんかをちょっとカジュアルに、持っていただいたりとか、あと今日はね、紫色の食事、まあ例えばナスビですとか、紫の色の、食べ物を食べるといいと思います。体の中に入れちゃってください。そんな感じです。さあさあ、それでは皆様、また1週間始まりますので、元気に、意欲的にやってみてください。ということで、皆様今日も良き日となりますように。